皆さんこんにちは。今からこの車を紹介していきます。早速ですが皆さん、この車は何をする車か分かりますか？そうですね、この車は人の命を助けるための車で、レスキュー車と言います。この車は他の車と違って人の命を助けるための道具がたくさん載っているので、これから一緒に見ていきましょう。まず車の前にはウインチというものを引っ張る道具がついています。では車の右側を見ていきましょう。こちらのシャッターには空気ボンベ、怪我した人を乗せるための担架、物を破壊する道具が載っています。そしてこちらにあるこの黒いマットは空気の力で重たいものを持ち上げるための道具です。さて問題です。この私の顔より少し大きいマットで、みんなも知っているある動物を簡単に持ち上げることができるんですが、その動物は一体何でしょうか？正解はこの大きさでゾウさんを持ち上げることができるんです。顔の大きさでゾウさんが持ち上がる、すごい力持ちですよね。レスキュー車の後ろにはクレーンもついており、こちらも重たいものを動かすための道具です。では実際動かしてみましょう。アウトリガーと呼ばれる足を2本出します。クレーンを持ち上げたいものの上に持っていきます。スリングを下から通します。フックにスリングをかけて物を持ち上げます。隊員の合図で物を左右に動かします。重たいものを持ち上げ、右へ左へ移動します。では次にこちらのシャッターを見ていきましょう。こちらのシャッターにはロープなどがたくさん載せてあります。これらの道具は高いところなどで怪我をして降りれなくなった人たちを助けるための道具です。そしてこちらのシャッターにある道具は交通事故で使う道具が載せてあります。こちらのスプレッダーという道具は交通事故で車に挟まれている人を助けるための道具です。皆さん、交通事故には気をつけましょう。では、車の中を見ていきましょう。車の中には空気呼吸器というものが載っています。空気呼吸器は火事で煙がたくさん出ているところで使います。皆さん、煙はとっても怖いんですよ。煙の中には一酸化炭素という悪いものがたくさん入っていて、この一酸化炭素を一回吸うだけで気絶してしまうんです。そうならないためにも、この面体というものを顔に当てて、しっかり息ができるようにして人を助けに行きます。皆さん、火事を起こさないよう、火遊びはやめてくださいね。皆さんどうでしたか？レスキュー車にはたくさんものが乗っていましたよね。これでレスキュー車は終わります。